はい。皆さん、こんにちは。制作企画研究所、プロジェクトリーブ、そして株式会社トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまで言うかの時間です。はい。とですね、あのー、昼間に、もう相当血圧上げて、あ大激怒した、あのー、動画を配信しましたけれども、皆さんに、えー、まずお願いしたいことがあります。と、メディア関係のちょっと友人が、あのー、いるので、 広島トリエンナーレのことを、まあ、あの、今日のそういうその公的資金使ってるのに使ってないみたいなね、ことを、あのー、そういう混乱させるようなあ状況になってるっていうことを、まあ、少しちょっと相談してたんですけれども、まずですね、メディアの方はですね、広島トリエンナーレの企画に関してなんですけれども、まず、メディアであまり流していないんですよ。ええー、意図的に。 どちらかというと、愛知トリエンナーレの方を、今ずっとそちらに、えー、我々のこう集中を向けるようにっていうような、そんな感じらしいです。まあ印象操作って言えばまあそういうことなんでしょうけれどね。はい。そして、えー、そういう状況なので、非常にこう、広島トリエンナーレのこういう状況になってることを、多くの人がまだまだ知らないで、雲隠れしてるような状況です。情報そのものが。 で、私の、えー、ですね、まず、フェイスブックそれからツイッター、Twitter、そして、えー、YouTube などをあ使いまして、えー、これからもちょっとあのー、拡散していこうと思うんですけれども、拡散はですね、2乗3乗という、そちらの、そういう数字の拡散の、えー、メカニズムの方がより絶大です。なので、 えー、どうか、あのー、アカウントを持ってらっしゃる方々にお願いなんですけれども、えー、私が、あツイートするなり、一つの、その、情報そのものを、YouTube とか Facebook にまず落としま、落とし込みますので、なので、えー、皆さんの方で、どんどんこれをまず拡散していただきたいんですよ。そうしないとですね、オールドメディアの、 あの、力ってのはやっぱ強いですから、やっぱり、あの、こういう YouTube だとか、そういう、あの、動画配信の、まあ、威力っていうものが、まだ私自身がですね、と、まだ、あの、私なんてまだピヨピヨっていうね、YouTuber ですので、えー、そこが非常にやっぱ悔しいなと思って、今日一日いろんなこと考えておりました。 この YouTube なり、えー、そういう SNS で発信したものをですね、どうか、あのー、拡散していってほしいというのがありますので、えー、よろしくお願いします。はい。ちょっとなんかあの、稲穂のような、あの、尻尾が、なんか、ちょっとちょろちょろしてますけれども、はい。ちょっとあの、うちの娘が、なんかいろいろなんか忙しいみたいなんですが、まあ、そんなことはさておき。はい。では、あの、皆さん、どうぞ拡散の方よろしくお願いいたします。 はい。ではまたお会いしましょう。